え、待って。お疲れ様でした。素でボンミス鹿島も同じだった。もう狙ってるからね。選手でした。セカンドクリットになります。ゼッケンナンバー10番松田敦樹選手です。こんにちは、意気込みどうぞ。頑張ります。前は少年ですけれども、どんな気持ち。はい、頑張りました。松田選手でした。ありがとうございます。3番グリッド、寺内翼選手。頑張ります。一言どうぞ。頑張ります。今日好調さを見せてくれてますからね。ぜひその力強さ見せてください。4番グリッドです。やりました。エクサ11選手、4番グリッド獲得おめでとうございます。上がってきてくださいね。今シーズンもカート界のモノアです。上り調子。そして毎年くんきました7番グリッド、このポジションはいかがでしょうか。エッジかけます。そんなもんでそういつも賑やかです。どんな車乗っても本当ね、乗りこなしますし、笑いかけてくれます。前立ってイエーイ、頑張ってください。そして8番です。カーナンバーは15番、社長やってきちゃいました、伊藤博史選手、こんにちは。今日の決勝レースの意気込みどうぞ。これも前に来るように頑張ります。頑張ってください。応援します。赤ついてますよ。 GoPro の確認を私いたしました。そして18号車ですね、金沢正弘選手、こんにちは。なんかワイヤーピオン、GoPro の安全リーズですね。はい、レースなんですけれども、どんな風なレースを予測しますか。これですね、ありがとうございます。そしてシリーズチャンピオンがかかっている選手がここにいるんです。ここの10番グリッドからですね、優勝すれば逆転ということになりますが、そのあたりも含めて意気込みを聞かせてください。とりあえず帰ってきます。とりあえず帰ってきて、ちゃんと完走して帰ってきてください。はい、10番グリッドから11号車、新藤龍之介選手です。以上のドライバーが今日のラストレースで戦います。
鳥旅戻ってきました。え、皆さんも応援してあげてくださいね。そしてこうして秋がけファンの皆さんが連れかけました。そしてヒロットフォントオンサー、レッツさん太郎という皆さんも連れかけました。ぜひ応援をスタートは切られました。先頭は長振りきます。フリーワイドで行きたい1コーナー、今日は長振りですが2番手3番手狙う気は入りきれない。え、そして今これジュンジュンアウトから行った。なんとこれ大外刈りは決まらない。もうわーず、これでエグさんはこれはさすがでした。エグさん11位スターティンググリッド4番手、いいライトにをしていきました。さすがエグさんが先頭に立っていった。2番手には長藤、レッサーサファイが上がってきました。1コーナーかけて長藤が1コーナー攻めていった。2コーナーからアウトがエグさが行く。そして寺内はこのフラッシュ行きたい行った。2番手に上がります。寺内翼が2番手に浮上。スパーズを抑えてこの1コーナー、2コーナーが中央を下がりさし、エグさはしっかりと後ろを防御しながらの立ち上がりになりました。先頭を見せる長藤は逃げ、まあ、寺内3番手にはエグサなんですが、エグサの後ろスピードマスター村上康介が狙ってきますよ。村上康介さあヘアピンでは動きません。その前のエグサとダッシャッと飛んでいました。後ろ5番手には松澤俊樹が来ているんです。ダンシンググリッド2番手でしまった。今は5番手にドロップ、最終コーナーに続けてきました。先日からクロスを取って3番手に浮上。村上は飛び込んだんですが、今度は2コーナーアウトから狙っていく村上、ここは入りきれない。そして2番手争いはヘアピン飛び込んだエグさん、立ち上がりではこれでちょっと接触がありました。ハイトは離れましたけれども、2番手以降が大バトルになっています。前走の打ち上げ村上一家2段にスパッシングしました。捉えまして村上またポジションを上げてきました。整理をしていきましょう。2番手以降なんですが、先頭は長藤です。2番手寺内、3番手にエグさん、4番手に加藤隼人が上がってきてるんですね。あれよあれよという間に加藤隼人上がってきました。さあ集中力を高めて加藤隼人、今4番手の位置、前にいるのはベテラン、エグサ選手、さらに前にいるのは今日はめちゃくちゃ好調を飛び込み発揮しています、寺内翼です。さあファーシストは村上康介、ファーシスト村上康介、追加村上5番手、その後ろ金沢、その後ろの黒のスーツが松沢、メシャス2文字足りないよ。かかっている金藤純之介は今8番手、そして9番手に伊藤宏樹、前田俊介です。青梅君と戻りました。5分正解が来て後半戦です。うわ村上康介も速いですけれども、この周回はアクマークはつかなかった。村上が今2回4番手です。加藤隼人は1つポジションを落としまして5番手ということになります。あ、バッシングがあったので村上にバッシングがつかなかったのかも。なんて言われたスピードマスターどんどんとこの回転のバッシングを決めてエグさを捉えていきたい。伸びていった村上康介3番手に上がった。そしてエグさ11は4番手にドロップ。さあ今度はですね、あーおっとヘアピン飛び込んできた加藤だ。この絶対的な自信を持ってくるこのヘアピンでのパッシングを決めてきた。とするとバランスを崩したエグさんにはですね、もうサイドから両サイドから怒涛のようにライバルが来ました。まずは金沢が来ました。金沢が来てエグさんを捉える。そして金沢のアウト側からエグさとなります。これが5番手争いです。先頭を行きます長藤はもう後ろのバトルは放っておいて、もうどんどん逃げていく快走力を見せています。2番手の寺内翼、3番手の村上康介、このバトルの面白そうだ。最終コーナー村上さん、最後からチームを決めてきました。村
村上刷新を締めまして、今組で2番組ですと2番手3番手が接近戦、村上が2番手に上がってまいりました。分析からもファッセットですよ。30秒620で速さ持ち合わせています。村上公式です。速い速い、そして佐藤綾子も自己ベストをマーク。30秒642なので村上と同じくらいのペースではあるんですけれども、坂の方が上回るという形で一回サポート上なんですが、今第3集団の方は金沢と恵比寿のバトルが展開しました。残り巡回は2周です。残り2周になりました。先頭を行きます。長藤修馬、3番手には黒沢寺内翼、その後ろに加藤隼人の2番手争いが2分の前です。戻ってきて最後の1周がファイナルラストです。最終コーナーから立ち上がりラストラスト番手長藤先頭です。2番手3番手4番手も誇らせるし加藤隼人がです何かというところもあるので、さあご注目いただきたいんですが、加藤隼人が動かない、誰も届きません。最終狙い、最終狙いとなってくるか。トップはもうそれで決まりでしょう。残りは半周です。3番手争いがどうなるかというところ、寺内者加藤隼人さん、寺内はちょっと守った。最終コーナーから立ち上がって外を狙い続けた。トップ者はまずは藤井隼馬、2番手には村木沿って、3番手寺内者加藤隼人、前田は正宏、江戸さん11、松田正樹、そして神道淳之介、9番手2番オーダーとなりました。ということで、ということでですね、本日のラストレースでした。今競技場からですね、いや本当にもう見応えあるレースだという、そんなもうこう1位カートファンとしてのそんなコメントも聞こえました。そしてですね、選手の皆さんも本当にいいレースありがとうございました。お互いを称え合うようなそんな姿が今見受けられましたね。トップセッターを受けていきますのはカーナンバーは1番長藤修馬選手となりました。おめでとうございます。さてこの後なんですけれども、正式リザルトが発表になりましたら表彰へと移っていきたいと思います。そしてですね、この結果が正式なものになったらという形でもあるんですけれども、チャンピオンの高槻にいた、I don't think I could hide what I'm feeling inside another day, knowing I love you. And I'm getting too close again. I don't wanna see it end. If I tell you tonight.If I